つも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週もですね、オフィスチェアを使った運動をしてみたいと思います。今日は足の運動いきますよ。足先までしっかりと使っていきたいと思います。まずしっかり座っていただいてですね、で足の裏ちゃんとね、つま先までしっかりと地面につく、ここがすごく大事です。でここ絶対持ち上げたりしない、ね、つけておく、つけた状態でぐっと背中をね離しておいて、体は少し前かがみ、手はここに置いといてもいいし前に持ってってもどちらでも結構です。でこの少し前かがみの状態からちょっと立ち上がるかのように後ろに椅子を押すだけです。そして戻ってきます。後ろにぐっと蹴るだけです。でつま先絶対に浮かさない、ここがしっかりと伸びてくるんですね。テイクツイっていうんですけど、でそこから戻してきます。ぐっと戻してくるとここの筋肉とここの筋肉全体使われます、ね、で体の位置を保っとかなきゃならないので体幹の筋肉も若干使われます。これで10回、1、2、3、4、5、お腹から前に持っていくようなイメージで6、ここからぐーっと前に持っていくような感じで7、体を前に持っていきます。8、つま先が浮かないように注意してくださいね。9、10、どうですか、ちょっとお腹の力と足の力使うような感じがしませんでしたか。あと10回いきますよ。いきます。3、はい、1、2、オフィスの後ろにいる人だけ注意してくださいね。はい、4、ぐっと近づけて、5、6、7、8、9、10、いかがでしたか。少しこうちょっと全体を動かしたっていう感じがしていただければいいかなと思います。お疲れ様でした。